いやー、さすがね、面白かったっすね。さすが、雨宮純さんと富、なんだろう、太陽さんかな。いや、二人芝居なんだけど、ほんと二人がいろんな役を演じて、いや、もうさすがですね。いやー、もう本当に演技力あるって羨ましいなー。もう俺なんかね、こんな喋りが全然ダメだから。ほら、演者の二人があそこにいます。あそこにいますね。さてと、それでは、行きますか。よし。で、そんなわけで2人劇だけど、こう入れ替わり立ち替わりね、役を変えたりとか、いや本当にああいうのを見ると、いやさすがっすね。もうね、やっぱ演技力というか、もうね、キャラクターになりきる力というか、本当に。いやいや、もう俺なんか全然話になんないっすね。 いやだから、これをきっかけにまた群馬のアマチュア演劇、群馬とね、あと足利とかもあれなんですよ、盛り上がってたりとかするんで、群馬から足利にかけてのこうね、演劇あたりが盛り上がって始まってくれたら楽しみだなぁとは思いますよね。昔はだって本当に寒い中凍えながら演劇見たりはしたもんな。いやでもね、それが楽しいんですよ、いろいろ。なんとかな、こうドラマ よくできた人間ドラマとかさ、ああいうの見れるのはね。でまあね、こうやって演劇来るとパンフレットとかと別に、要するにまあね、今年あたりここら辺でやりますよみたいな、演劇のね、チラシとか入ってるんで、そこら辺でまたこう次の演劇用を見に行ったりとかしていくわけで、ぜひぜひ、まあね、うちのチャンネルではちょっとそういった群馬のアマチュアの演劇を紹介できたらいいなと思ってます。 まあやっぱ演じることに関してはね、やっぱり全然うまいもんな。話は面白いし、まあそんなわけで群馬のアマチュア演劇が始まりましたってことで、 ぜひぜひね、地元の、まあね、群馬の人なら群馬の演劇を見てほしいけど、群馬じゃない人は地元のアマチュア演劇を応援してやってくださいということで、きっとね、こう、人生の喜びとか楽しみみたいなものを教えてもらえると思うし、ね、そういうところに友達とか恋人を連れて行ってみたらいかがでしょうか。大体ね、アマチュア演劇はまあ基本的に土日やってるんで、まあ土日、みんな社会人なんでね、仕事のない土日とかでやってますということで、まあそんなわけで、では皆さんお疲れ様です。では、しかし寒いな。